はいはいです。今回はですね、コルベインさんのパンパステルっていう商品で絵を描いていこうと思います。使い方とかレビューとかっていうのは過去にね動画上げてるので、よかったらね概要欄貼っておきます。で、まあ普通のパステルとは違ってクレヨンみたいな感じではなく、その粉をね直接スポンジで取って塗っていくっていうような感じで、結構ね新感覚で絵が描けます。なので、まあ、普段からねクレヨン使ってるとか鉛筆使ってる、筆使ってるよっていう人はたまにねこういう描き方してあげると結構ね違いがあって面白いです。でホワイトもこれね2色持ってて、左側がパールのホワイトです。普通のホワイトよりも結構ねキラッとしてる感じ、なんかラメみたいな。化粧する人だったらねわかると思うんですけど、ちょっとアイシャドウを塗ってるような感じですね。でタッチがとにかく優しい、もうねふわふわってしてるので、まあスイーツ系とかはねもちろん、女の子とか、まあ、キャラクター描く時とかのね背景にも使えるし、羊毛フェルトみたいな感じ触るかな。めちゃめちゃねあの可愛く描けるので、まあ、いつもとね違うタッチで絵描いてみたいとか、新しい画材の扉を開いてみたいっていう人はねぜひ試してみてください。私が今回使ってるのはベーシックセットっていう種類なんですけど、他にもねパステルセットとか全種類とかのねたくさんあるので、まあ、お値段もねそれなりにっていうような値段なんですけども、めちゃめちゃ楽しいのでぜひね試してみてください。そんな感じで今回はねふわふわってした雰囲気に合うようなモンブランを描きました。よかったら他にも900本ぐらいね動画上げてるので、気になるっていう人はぜひ春アトリエで調べてくださいっていう宣伝を入れて終わります。画力を上げていくために一緒に頑張っていきましょう。バイバイ。